人気大関だった貴乃花の息子として注目を集めて期待を背負って角界入りした貴乃花。この2人が、まあ、平成の相撲ブームのある意味で中心にいた2人ですけれども、その2人の熱戦を振り返ります。負けたくないようなな気持ちがありましたから、横綱関いなかったら、ね、ちょっと自分がどういう風になってたかも分かりませんよね。途中でくじけてたかもしれませんしね。左明けぼの右貴花が3戦3勝同士です。明けぼのが突っ張ります。貴花田潜る、左をつけ出ます。貴花田の勝ち、貴花田勝ち越し、貴花田4戦4勝と勝ち越しました。さあここで時間になりました。綱を目指す大関明けぼの、史上最年少大関を目指します貴花田。押し出し、強い明けぼの、見事な相撲で3回目の優勝を勝ち得ました。明けぼの2場所連続の全勝優勝を目指します貴乃花。残った明けぼの、小手投げ、貴乃花もろ差し、右の上手は明けぼの、大相撲です。明けぼの寄る、下手投げ、貴乃花全勝優勝、2場所連続の全勝、30連勝。勝てば明けぼの2年ぶり9回目の優勝、貴乃花勝てば決定戦となります。一つリードして千秋楽結びの一番を迎えました東の貴乃花。調子を上げて千秋楽を迎えました明けぼの、勝って優勝決定戦に持ち込みたいところです。待ったなし、左上手は明けぼのです。左から押っつける貴乃花、貴乃花寄る、上手を引いた貴乃花寄る、残る明けぼの寄る、よく残りました。さあ出る貴乃花、下手投げ、明けぼのの勝ち。大きな胸に視界を持ちます。さあ制限時間いっぱいとなりました。あっと明けぼの変わって上手を引いた、明けぼのが寄ります。寄り切り、明けぼの1敗を守りました。13勝1敗です。
you